ャガーマスクってそんなにかっこいいの？何言っちゃってんの、おばちゃんみたいに。レイちゃん新格闘技ルチャシューティングランキング1位、センセーショナルジャガーマスクを知らずにお嫁に行くなって。知らないの？若い女の子人気があるのか？何言っちゃってんの、おじちゃんみたいに。レイちゃん、今の新格闘技は私たちみたいなキャピキャピな女の子で縁の差で支えてんのよ。気に入って、モダンと古典が入り組んでるよね。とにかくこうやってみんなでワイワイできるって楽しいよね。子供も楽しめんの？何言っちゃってんの、おばちゃんみたいに。レイちゃん、ビジュアル系格闘技ってわかる？ギブアップ、ノー、ギブアップ、ギブアップ。あら、説明より見ればわかるって。でも小さい子じゃ。そういえばちびさちゃんは？マモルさんも。何やってんの？私が待ってるから、みんな先に行って。そうよ、入り待ちしないとサインもらわない。早く早く。じゃあ先に。うん、私の分もサインね。任しといて。出待ちのミラコ、入り待ちの女神って言われてるんだから。早く来いよ。こうやってみんなと一緒に騒げるなんて、ふさぎ幸せ。そうだな、マモちゃん。こうしてみんなが幸せで普通にいられる、そんな日が永遠に続けばいいな。マモちゃ ん、私たち二人の恋も永遠だよね。うん。どこが好き？え？ねえ、私のどこが好きなの？メール送るのは私が先でしょ？ごめんを言うのも私が先でしょ？好きって言うのも私が先でしょ。でも電話を切るのはマモちゃんが先。分かってた？電話なんて、恋はテレパシーだって分かってたか？まつげを濡らしてね、素直に帰れない。化粧も下手だけどそれが大好きと感じてた。あなたのその瞳、あなたの腕の中、少し甘えてみて、ねえキスくらいいいでしょう。もう春もそこに来てるし、たとえば頬でもいい。行こう。行きません、早くキスして。楽しそうだね。どうしたの、膨れて。だってちょっとこれ大きいな。チビウサもすぐ大きくなるから。ほんと？そしたらママちゃんとデートできる？3人一緒。ケーキの夜な雲、食べれば消えちゃうよ。本当に欲しいもの、それをひそやかに願いましょう。ああ、ずっと三人一緒で、願いは愛を運ぶ。歌おう。何やってんだ家族で。さあ早く行こう。ちびさん、テレパシーで恋ができるか？なあ、逃がすな。ああ、キスぐらいあなたが先にして。平和だな。平和ボケだ。マニ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 
マニ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 。用意は万全だろうな、我らの戦略。おっしゃるままに、どうぞご心配なく。この宇宙を征服する、ダークシウス星団、我がダークシルスの野望を今こそ果たす。お心のままに。我らの罠にそろそろ奴らが。それは楽しみだ。やっつけるにはあいつを。この宇宙を守るという奴ら戦士の弱点、セーラームーン探し出してセーラー戦士滅ぼす時だ。誰も夢を抱くし、我が夢は宇宙の覇者。あなた様が怒る銀河一闇の戦士となる。我らが願うものは、願うものは闇になくてこの星にある。シルバークリスタ、夢に見たシルバークリスタ、光の戦士だけのもの。解放する。闇夜に輝く我らシルス、ダークに宇宙一、未来のチャン、それが私か。リングに集まるセーラー戦士、マニ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 。真の正義ならばこそ、人が泣けば奴らは来たる。この国弱いセーラームー、滅ぼすためには、これにさせろ、これにさせろ、この国させ、まずはじめに最強の男を。マニ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 。エキサイトシリウス。シューティング世界一決定戦を行います。さあ、待ちに待ったルチャシューティングワールドチャンピオン大会レスリングナイトフォーソルジャー、最高の名誉をつかむのはどっちだ。実況は私、過激なファイトの請求マン黒月光がお送りいたします。黒月さん、ありがとう。赤子インターコンチネンタルチャンピオン、センセーショナルザ・ジャガーマスーク。皆さん、こんにちは。こんにちは。ブラックスコーピオン協力か、本日のタイトルマッチ勝つのは私だ。ファンの皆さん、証明しましょう。真のチャンピオンはジャガーマスクということを。いくぞ、ワン、ツー、ジャガー。イエーイ、イエーイ、伸びた伸びた、ありがとう。
私が大木のび太郎レフェリーです。青コーナーパシフィックナショナルチャンピオンブラックシリウス・スコーピオン。おっと聞こえてきたこの曲は史上最強最悪の戦士のテーマだ。わかる人はわかってる。現れた史上最強のヒール、そして寄り添うのは史上最低の女性マネージャーデビルミキ。うわうわおらこいや史上最悪のコンビが復活しました。強そうだね。かっこだけよ、かっこだけ。ジャガーマスク大丈夫？ジャガーがサソリに負けるわけないでしょ。美奈子ちゃんなんか格闘技わかんないのよ。あたしコンビじゃめったくなかったな。関係ないでしょ。今さら何よ。だってブリブリがいい。ぶったまずぞ。静かに見なさい。プロレスは冷静に見るものだ。そうなの？真剣に見るものよ。さあプロレスファンが待ちに待ったエクセレントスーパーマッチ、本日の試合の解説は長年デビルミキのライバルだったホワイトクローアドちゃんバタイジングさんをお招きしております。このやつは？さあこの試合どのように展開されると思われますか？あグージョーターですね。ドラゴンなるぞこら。なってみろよ。うわおかわいそうね。前世の記憶か未来への予感かということです。ファイト。さあ運命のゴングが鳴った。まずは流れるようにバックの取り合いから始まった。先にバックを取ったのはジャガーです。逃れましたスコーピオン。軌道を逃れた隕石のように突然現れ、全米の格闘技界を制圧したディープインパクトブラックスコーピオン。かたや人気アニメにもなったスーパーパンクラッション四次元立体殺法センセーショナルザ・ジャガーマスク。さあこのサンシャイン劇場内特設リングね、はい、盛り上がっていきたいと思います。そちらのお客さん方もどんどん盛り上がってくださいね。声は大丈夫か？はい、どんどん盛り上がってください。やっぱね活力になりますんでね。そうですよね。フェイスクラッシャー、フェイスクラッシャー、顔が見れるという、はい、もう鼻とかペチャって泣いておりますが、あ、おら、ブレーバスター、これは往年のホワイトクローさんの得意技。もうよく仕掛けてましたよ。そうですね、これ脳がクラクラくるそうですね。だからデビルミキじゃないね、なんですね。ジャガー、ジャガー消えました。また飛ぶんじゃないですかね。さすが良い子の味方ジャガー、フランケンシュタイナー。スコーピオンも最近ちょっと見ないうちにね筋肉つけてきたと思いましたけど ね、はい、山ごもりしてたっていう。そうなんですか、はい、あ今の技は何でしょう。あ今のピー叩きですね。ピー叩きですか、はい、レフリー、これはレフリーマスクで今日切れました。入ってない。ちょっとマスク、マスク一発でジャガーがやられてしまった。マスクはしてます。マスクはしてます。マスクはしてます。空気入ってる。空気は入ってない。ジャガー攻撃しております。レフリー大木のび太郎に対し投げました。おっと飛びました。おっと出るか出るか、スコーピオンの必殺技3点決め、シリウスのクラッチ。あの銀河にきらめくオリオンの三つ星、その位置がギザの三大ピラミッドに重なるとき、シリウスがこの地上を滅ぼすというまさしくシリウスミステリー。そこから皆さんに持ち力の必殺技。おっとそれを自ら解いて何をしようというのか、スコーピオン。
ャガー青いマットに沈んでしまうのか。反撃に出ました。ジャガー、お前はここでジ・エンド。他にある。Serious mystery. あいつら悪人じゃん。Yeah.
責任者だ。あなたはアナウンサーでしょ？兼プロモーターだ。プラモデル！お前わざと言ってんだろ。本当にわかんない。お祭りの責任者みたいなもんよ。まあそんなもんだな。ハッピー着て、ハッピー、ハッピーを着なきゃわからないでしょ。ハッピー！お前本当にバカだろ。ふっふっふっ、わっせい、わっせい、わっせい。責任者ならこの騒ぎどうするつもりなの。お前本当に頭いいのか。ドキ。どうせんなよ、ジャガーは。お前さっきからずっとでかい声出せばいいと思ってんだろ。なんかあるでしょ、なんか。ジャガーはどうなんのよ。泣けば済むか。どうなんの。怒れば済むか。あなた責任者でしょ。自治会のおばちゃんみたい。ちょっとだから何のために君たちはここに来てるの。応援。応援だけで済むか。どういうこと。人が困ったら、あ、こう君たち特有のこれあるでしょ。人が困ったら、そう、人が困ったら、そう。すっごい静電気だよねこれね。降りてみ、うん、お、上がってみ。あ、すぐにはなんなかったわ。だからね、ちょっといい、人が困った時にこうあんでしょう、アクアビューティーショップ。こうお水の綺麗なものが売ってんのかな。初めて聞いた。ちょっとちょっと、いいか、シュリンプもたくさんだ。シュリンプはエビだぞ。まだ入る、まだ入るみたい。いいから来い、これならいいだろう。これいくぞ、ランニングガンダーラ。ガンダーラに向かって走ってるのかな。わかんないかな。もうだからもうシャキーンってあんでしょうよ、シャキーンって。ジャッキーン。もうだからもう、あのね、すっごいたくさんの人が困ってるわけよ。こうもうだんだんだんキャーってぐる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 だーと、だからもう地球が破滅するみたいなの。霊柩車呼ぶ。違うって感じ。ピーパーピーパーピーパー。マオちゃん一人じゃね。おまわりさん。ダメみたい。カンヌシさん、くるくるパー。やっぱ自衛隊かな。えん、お前たち本当それでセーラー戦士かよ。セーラー戦士。正体表したわね。おい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 。バカなフリすんのも大変なのよ。嘘だ。地球人のなり損ないはダメだな。私たちの実況でもしてなさい。やっぱりグーだったのね。さっさと編集しないからいけないのよ。銀髄賞もらおうか。ふざけるな。早く変身すればよいものを。誰なの。ダークニビル様。ダークシリウス軍団総帥だ。ダークシリウス軍団。ジャンプ、キック、パンチ、逃げろ。さあ、6000年前ギザの大地に埋めた超古代文明の英知銀髄賞、返してもらおうか。銀髄賞はあなたのものだっていうの。6000年前、天空に輝くオリオンの三つ星と地上に光るギザの三大ピラミッドが重なったとき、我らダークシリウスから地球に舞い降りたシルバークリスタル、それこそがお前の持つ銀髄賞。ダークニビル様こそが正当な持ち主。さあ元の所有者にご返還願おう。じゃあ 15% は拾い主のものね。すごい。嘘だよアッキョンピー。銀髄賞は昔の落とし物なんかじゃないよ。拾ったものを返さないのは泥棒だ。私エジプトなんか行ってない。
銀髄賞返してもらおうか。誰だ。タキシード仮面様。白いマットのジャングルに血を呼ぶ罠が待っている。どっかで聞いたな。熱き血潮の格闘ロマン、それを踏みにじるどころか、清き乙女を窃盗呼ばわり、このタキシード仮面が許さん。愛に迷うか熱いこの胸、ストラグルウィズテンテーション、時は偶然の愛を運ぶか射抜くこの手は、ストラグルウィズテンテーション、あるだけの時代を君が持てた。やっと変身したか。華麗なプロレスを期待して集まったのに、ガチンコファイターをよくも邪魔してくれたわね。神聖なリンゴを汚す悪党はこのセーラーメンが、月に変わってアシャキア。この光で目を覚ましなさい。メンヒーリングエスカレーション。どうして。そんなか弱い光でダークシリウス星団が浄化できるか。こちらから行くぞ。みんな、バンバン狙うフェイス、ザフェイス譲れない素肌抱きしめて、誓いのみんな、星が結ばれる日、ラン・ジャスティス・セーラームーン。きっと話す、きっといける、宇宙の果てまで、ジーニアス・ザ・ベイ・セーラー・バグリー。
これを見ろ。ジミエさん、ジャガーの服引き寄せぞ。そんな約束じゃ、こいつはもう我らの軍団に入った。私はダークドゴン。目を覚ませ。タキシード仮面様。さあどうする。銀髄章返還する気になったら我らの星に来い。ダークシリウスにな。それまでこいつは預かっておく。待てスマルリリー。助けて助けて、フリーザー。二人は未来のクリスタルパレスに逃れました。奴らが後を追って未来に向かうぞ。絶対二人は落とさない。あの黒い影が広がる前に急いでやらなきゃ間に合わない。地球の終わりは見たくはないか。心を決めて戦いの苦しみの炎やつらも本気命をかけなきゃ。
未来などに逃げ込んでも我らからは逃れられない。逃げた？違うな、待ってたんだ。行きますよ。小作な。シルバークリスタルはダークシリウスに輝く太陽となる。その時我らは全宇宙の覇者となるのだ。取ったぞ、セーラー戦士のスターシールド。こいつらが欲しければ我らの星ダークシリウスに来い。ハハ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 ハみんな！ウラニス、クレート、みんなが大丈夫。ウラヌスたちが向かったわ。時空の鍵の軌跡を得ば奴らの星に。さあ行くぞ。なぜ、なぜいつも戦わなきゃいけないの。せっかくやっとみんなと一緒にいられたのに。セーラームーン、銀髄章がダークシリウスの太陽になるならそれでもいい。ムーン、それでみんなが取り戻せるなら。チビムーン。うん。何言ってんだ二人とも。フルートは私の一番大切な友達なのに、いつも危険な目に遭わせてばかり。それは、それは私が弱いから。何を。お願い、
チビムーンと二人だけで行かせて。よし！あなたは？気づいたらここにいた。お前は敵なのか？違うなら教えて。あいつらの正体よくわからない。子供の時からだ。耳鳴りがしてパルスが聞こえてくる。怖いような懐かしいような、そのパルスが言う。破壊しろ、破壊しろ。地球は病んでる。人間を、人類を破壊しろ。倉月さん。それがつい2年くらい前からだ。違うパルスが聞こえてきた。暗い闇の彼方からの声。我らは輝く光をなくした。地球が奪ったのだ。我らの太陽を奪い返せ。人類は光を使い果たして滅びる。光の子らよ、我らを呼べ。お前のテレパスの能力でオリオンの彼方シリウスに光をかざせ。イルナを暗きシリウス。そして奴らは来た。太陽を求めに。それが現随症。私はダメだ。懐かしいパルスが言ってる。教えてくれ。私の能力は何だ。パルスは私に何を求める。本当に人類は破滅するのか。わからない。でもきっとあなたは。黒月、最後の役目だ。全員暗黒空間に散れ。ここはどこなの？チビムーン、サタン、ダクシード仮面様！みんな！あなたを愛しきるため生まれた。
中に。いやー、時の傍らに佇み、果てしなく孤独な朝の目、あなたに会えて今もあれが分かって、この宇宙が消えて集まるべき場所は決まっている。ウラヌス、我がマグタリスマン、何時の御力を示したまえ、我を保護せよ。スペースターズ、スペースターズ、プルート戻るぞ。時空の扉、天空を裂き我に開き放て。時の神クロノスよ、光の道を我らに。ウラヌス、タリスマンの力ではここまでだ。マーキュリーたちは、プルートン、このパルス、子供の時の。なぜだ、なぜ我々がお前に呼ばれる。決戦場はここか。ジャガー、裏切り者め。裏切る、銀髄章を奪って人類を破滅から救うと言ったのは誰だ。それは本当のことよ。だが今じゃない、9世紀後の話。9世紀後、30世紀。もうお前の超能力は必要ない、消えてもらおう。何がおかしい。貴様たち、この俺が怖いか。モノクロームの道で少年は儚い手をしておりました。行き交う幸せの人たちが夜風にその手では寒かろうと、暖かい大きな大きな白い毛のついた大きな手袋をくれました。私たちは手を握り合っていれば寒くはないから、幸せの人は言いました。どこまでも続くモノクロームの道で少年はずっと幸せな人たちを見つめていました。その素敵で勝手な人たちを、少年は決してもらった手袋をしてはいませんでした。少年はつぶやきます。僕ができる一番の復讐は幸せな人たちを許してあげることだと。あなたはダークシリウス、黒い星の響きに共鳴したのかもな。人生なんて先が見えない方がいいに決まってる。いいか、太陽なんてどこにでもある。輝きは彼方にあるもんじゃない、自分のそばにあるもんだ。それはあなたが教えてくれた、セーラームーン。デマント、戦え光の戦士。Yeah.
肌は色を変え I believe inこいつの頭脳に未来から語りかけているんだが難しいな。この人は何代も前の私、光の量だけ闇はあるということさ。未来なんて知らない方がいいに決まってるな。デマンド、セーラームーン、君の最大の才能は放っておけないことだ。もしあなたが嘘をつくなら、この宇宙の空にさえ負けない嘘をつけ。全て私が引き受けてやる。ヴィーナス、私たちは何度でも出会える。心の中にこの小さな愛の星がある限り。青い月受けながらあなたへと歌うの。星たちがくれた覚えたてのメロディー、ただひとつ許された秘密の言葉、ささやいた唇はときめいて光る愛の宝石。オーバーザルも強さも安らぎも情熱も
全て君の中にある。でも私が倒れそうになったら抱き止めて。セーラー戦士がもっとよく知り合うためには時間が少なすぎる。過去と現在と未来を語り尽くすには1億年はかかるわね。みんなずっと一緒だよ。何？セーラームーン、まだダークシリウスは浄化されていません。消えたのは私を取り巻く衛星たち。ダークイール、お前一人で何ができる。宇宙を埋め尽くす闇は無限だ。セーラー戦士よ、お前たちの光すべて奪ってやる。みんながいる限り光や闇に勝つ。行くよ。闇の中に小さな光が生まれた。
星になるのかならないのか、それさえわからない小さな光、私たちはみんなその小さな光を持っている。ダークシリウス、それを感じればあなただって輝く星になるよ。今一つ戦いが終わり、ひとときの安らぎの中で流し合ったキララの涙、伝説へ静かに変わる。巡り巡るのでしょう。
時は終わりを告げはしない。夜の吐息に耳を澄ませば星が生まれる意志を聞く。過ちは愛を止める、真実は心を止める。人は人を愛せないでしょうか。愛は愛を探せないでしょうか。愛であるものは心のみ、光の花ぞ誰も知らない。待ち望めば輝きを忘れ、輝きを望め街は見る。セーラームーンファンの皆さん、この10年本当にありがとうございました。スタッフ、キャスト、関係者一同になり代わりまして、厚く御礼申し上げます。